今日のスクワのレースを振り返っていかがでしょうか。はい、まあ、今シーズン初戦ということで、まあ、前期シーズンはじっくり体作りをしてきた中で、まあ、今日はあの28分20から30ぐらいで走れればいいかなというふうにトレーニングとしては思っていたので、まあ、28分15、6ぐらいでは来たと思うので、まあ、順調に今トレーニングができていることが一つか確認できたかなと思います。まあ、最後勝負になったところで少し対応できなかったというところはまだまだ課題だと思いますけれども、まあ、現状個人としてはあのかなり100点に近い今の段階ではできたのかなと思います。まあ、前期シーズンは北海道マラソンというところを一番大きな目標にしてきて、まあ、今日しっかりあの調整して、まあ、1ヶ月後に備えられたらなという思いでいたので、まずはそこでしっかり優勝というところを目標に、まあ、最近マラソンでなかなか思うような結果は残せていないので、もう一度勝負するというきっかけをまたそこで掴めたらいいなと思います。北海道マラソン優勝を目指して頑張ります。